はい、どうも、7分トーキングの竹尾です。で、今回のテーマはですね、レバレッジ規制についてですね、日本国内のレバレッジ規制、2倍になるのっていうところについてお話ししていきます。はい。ですね、実際最近のニュースで流れたんですけども、仮想通貨のですね、取引のレバレッジ規制の話が出てます。金融庁で。はい。で、これがですね、2倍になるんじゃないかっていう話ですね。今、日本国内では4倍っていうのがスタンダードになってきていますが、これをですね、さらに2倍まで引き下げようかっていう話が出てます。で、これって、要はですね、別に、なんかこう、新しいことが始まるとかっていう、そういう話ではなくて、例えばですね、一つ前に流行った FX ですね、仮想通貨ではなくて、普通の為替の FX、為替の FX でもですね、1998年に外為法改正されて、僕らみたいなね、個人トレーダーが、そういう為替っていうものを取引できるようになってから、実際ですね、レバレッジ規制って起こってるんですよね。2回起こってます、確か。はい。で、もともとはレバレッジ規制なくて、日本の国内の業者もですね、まあ、僕が FX を始めた2009年とか10年の時っていうのは、確か、レバレッジ400倍とか、普通にあったんですよね。国内でも500とかあったかもしれないですね。海外業者ではもう1000倍とか普通にあったんですけど、基本的に日本国内でもですね、実は400倍とか500倍って普通にあったんですよ。うん。個人でもですね、それぐらいの、レバレッジで取引ができました。なので、めちゃくちゃ証拠金少なくいけたんですよね。だいたい1枚、要は1ドルですね。1ドル100円の時に、1枚って言うと1万ドルなんで100万円。要は1枚持つのに100万円かかるんですけど、それがレバレッジ100倍だと1万円でいける。400倍だと2500円でいけるっていうことで、証拠金2500円で1枚持てたわけですよ、当時は。でもこれがですね、実際2010年、2011年だったかな。確か2年連続で、最大レバレッジが50倍になって、その次が25倍になるっていう、このレバレッジ規制っていうのが、スタートされました。はい。まあ、スタートされましたっていうか、レバレッジ25倍になってからは特にこの8年ぐらい、変化はないので、25倍のままいけてるんですけど、でも今までですね、1ロットあたり、1万通貨あたりですね、2500円で持っててたものが、いきなりレバレッジ25倍になったってことは、100枚の25倍なんで、4万円約4万円必要になったということです。で2500円で、1ロット持ってたのが、証拠金ですね。1万円で持てた。いや、2500円で持てた。2500円で持てたレバレッジ400倍の時と、今レバレッジ25倍で4万円かかるっていう時で、要は10倍以上の証拠金が必要になったっていうことです。で、今回、この流れ。まあ、為替FXもね、当時はなんだこれってなったんですけど、これって要は、金融庁からしたら、なんか投資家保護っていう理由でやってるんですけど、実際にですね、ハイレバレッジイコール危険みたいな、そういう考え方自体がもうちょっと正直間違ってると思ってて、まあ、それはそれでね、別で動画撮ろうかなと思うんですけど、基本的に別にハイレバレッジって危険じゃないですよね。ハイレバレッジっていうのは、証拠金を少なく1ポジション取れるっていうことなんで、資金管理しやすくなるんですよ。つまり、資金管理のスキルがあれば、絶対にハイレバレッジの、取引口座で取引した方が僕はいいと思ってます。はい。で、こちらがまず大前提なんですけど、そんなことはですね、別に金融庁は考えませんので、基本、ハイレバレッジイコール危険。で、まあそうやってね、言うインフルエンサーの方とかもいらっしゃるんで、初心者の方で勘違いされてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、金融庁も一緒で、ハイレバレッジイコール危険。なので、レバレッジを下げることによって、投資家を保護しますと。危険じゃなくならせますっていうような、今回も、やり方なんですよね。うん。で、これって、まあ、どうなのっていうことなんですけど、まあ、実際仮想通貨の取引もですね、このボラティリティって言って、値段のね、値動きがま、すごい激しいわけですよ。1日に 10% とか 20% とか動いちゃう日とかがあって、でそれでですね、個人の投資家の人が、まあ、お金をね、損してですね、まあ、例えば借金抱えたりとか、マイナスになったりとかするっていうようなことを避けたいっていうことで、今回レバレッジ2倍にま、した方がいいんじゃないのっていうのがまた意見として出てるということなんですよ。で、これって、で、もう、要はもう日本国内っていうのはもうそういう考え方で動いてるんで、僕ら個人の投資家は何をどう考えないといけないかっていうと、じゃあ自分はどういう取引がしたいのかっていうふうな目線で考えるべきだと思います。国が2倍になったからって文句言ってても仕方ないんで、国が2倍になった時にどう考えるのかっていうと、国のじゃあ最大のレバレッジが2倍になるんであれば、自分はレバレッジ2倍での取引、それで有効に働く取引手法を使って取引するっていう選択を取るのか、もしくは、レバレッジ高いまま取引したいから、取引業者をどうやったら使えるのかっていうことを考えるのか、これどっちかですよね。で、後者の場合ってどうしたらいいかっていうと、これ為替の FX とかでも一緒なんですけども、要は海外業者を使うってことです。日本国内の業者を使ってしまうと、レバレッジ規制に、かかってしまうので、そうではなくて海外の業者、例えば為替の FX でも海外の業者であれば、今でもレバレッジ200倍、300倍、400倍、500倍っていう業者はたくさんありますし、そういったところに僕ら日本人の個人トレーダーが、
口座開設をして取引するということは可能です。ただもちろんリスクもあるので、そこは自己責任になるんですけども、まあこれって別にどこの業者でやってても自己責任、投資イコール自己責任っていうのはまあ当たり前なんで、それは前提として考えておいていただくことして、仮想通貨の業者にもですね、海外業者ってあります。有名なところで言うと、ビットメックス、あとクリプト GT、あとバイビットとか、たくさんありますよね。で、現物の取引所でも、そのレバレッジ使わなくても、みんなね、使ってると思うんですよ。バイナンスとかビットトレックスとか。あと、フォービとか OKX とかね。この辺とかってもう日本の業者じゃないですし、日本のね、別に仮想通貨取引所って正直海外に比べてなんか優位性あるんかって言ったら別に全然ないんですよね。まあ僕個人的には。はい。まあただ、一つだけあるとすれば、仮想通貨から円に簡単に変えられるということですね。僕ら、日々の生活で円で、生活してるじゃないですか、日本円で。で、そういった時に日本円が必要だなっていう時に換金できるっていうのが日本の取引所のいいところですけど、それ以外別にないので、海外の業者使ってると。って考えると、仮想通貨のね、レバレッジ取引所し、レバレッジの取引したい場合も、もう今でもね、使われてるからたくさんいらっしゃると思うんですけども、ビットメックスとかクリプト GT とか、こういったところを使うっていうのがやっぱ一番いいと思います。はい。なんでかっていうと、ハイレバレできて自分で資金管理できるからですね。学ぶべきことは、レバレッジが低いっていうことをごちゃごちゃ言うことではなくて、そのレバレッジ高い業者でどう資金管理すれば有効的に利益が出せるのかっていうことだと思うので、そっちに注目してもらうのがいいかと思います。なんかですね、ツイッターとかいろんなところでレバレッジ2倍になって日本国内ダメだダメだって騒いでる方いらっしゃいますけど、そういった時間があるんであれば、自分の資金を増やすことに、意識を集中した方がいいと思うので、それであれば、レバレッジの高い業者の口座開設の方法とかを調べて、そちらにお金を入金して取引を始めて、そっちで利益を出せるようにした方がいいと思います。はい。というのが今回のレバレッジ2倍になるという国内の規制に対しての僕の見解でした。それではまた。